様、おはこんばんちは、キュクノスです。今回はこいつが忘れて、は、す、れ、て、飛ばしてしまったセロビ大地とそこのハントループモンスター。これも二度目ですね。ですね、じゃねえよ、いい加減にしろ。申し訳ございません。それで破発訪問ムービーを見たら固定トレジャーから行きましょう。エルアニス旧街道北に遠隔攻撃。河岸段丘中央やや南、トラップの上にリブート。次は敵から収集しておきたいお宝です。セロビ大地に現れる海鳥型のモンスター、ガルピュです。デッドダイブ、を使われるとドロップを落とさない点に注意。睡眠が有効なのでドロップ狙いの時に派使用するといいかもしれません。狙いは割れた鎧。攻撃品、丈夫な戦闘服、の材料に3つ。マクシミリアンワシとナグビスのエルイオレの強制確率ドロップで量産が可能。出現数も悪くないのでチェーンも難しくないが。固定トレジャーと攻撃品で3つ手に入れば十分なこともあるので、編成を見て決めましょう。続いてドラゴンタイプのシールドドラゴン。ドロップ、盗むともに高確率枠の輪流の鱗。攻撃品、地高の一振り、の材料で4つ。これより上の片手剣は透明のトランゴタワー、と分類は片手剣になる正胸愛。特殊なこの2つを除いて最強の片手剣になります。これは固定トレジャーにはない。前に精霊が材料のアイテムは全部固定トレジャーであるって言ってなかったか。そんな気がします。確認したら、このデュランダル A、ベネチアプレート、アルテミスの弓は固定トレジャーで手に入りませんね。おいおい、ほんと適当だな。信じてしまった方には申し訳ないです。他にもシールドドラゴンは心得枠に、輪流の肝、を持つ。攻撃品、鮮やかな盾、の材料ですが、素材はきついし性能は微妙。一応光の盾ライセンスのみで考えれば、デモンズシールドと双璧をなすのですが、雷弱点が足を引っ張る。なのでこの動画では入手しません。右余白で紹介のみとさせていただきます。そんなこと言い出したらデュランダル A も微妙だけどな。そうですね。気分次第で諦めるかもしれません。そしてこのシールドドラゴン、多数配置されている割にはなかなか強い。睡眠、暗闇、沈黙などの有効なバステで優位を取って戦いたいですね。そろそろカット、入手して次へ。黄砂ヶ原、の西側に 40% の確率で出現するハントループモンスター、ブルーブラッド。その場 AC はカットして接敵しましょう。物理型で回避虫は持たないが、HP20% 未満で通常攻撃 CT 0、を得る。ハントループ解放時点の見せ売り防具ではなかなか手強い相手です。おとりの回避は高めて挑みたい。初期ステータスのブレイブも剥がしたいですね。他にも自身をプロテスで強化する。プロテスは剥がしてもかけ直すこともあるので、その都度剥がせば相手の手数を減らせるかも。ただ、そこまでするほど強くはないと思います。有効なバステはスロー、暗闇など。スローは終盤に通常攻撃 CT 例があるので効果は高くないですね。盗むの低確率枠に、ダマスカスコー。パラミナ大峡谷のレアモンスターからも盗めるので、こいつで必要数集める必要はないよ。気になる方はパート43をご覧ください。好きあらば自分の動画を宣伝するスタイル。たまにだけじゃないですか。撃破、セロビ大地にはもう一体います。今回はそいつを倒すまで。フェディック側、に 40% の確率で出現するアスピケドロン、その場 AC はカットして接敵しましょう。まず重要なのは盗むの低確率に持つ、ヒーロカネ。ブルヌソル、マサムネアイの材料になる、玉鋼、の材料です。5つにつき1個、ここで必要数揃えてしまおう。玉鋼は召喚獣を8体従えた状態でモンブランに話しかけると1つもらえます。玉鋼の必要数は3。なので、モンブランからもらう前に購入したいなら3。それ以降でいいなら3つだな。そういうことです。レアモンスターからの盗むは低確率枠だけにアイテムを所持する。時間はリアルラック次第で上下しますが、
確定でヒーロー金を盗めるのはこいつだけ。押さえておきたいな。はい、お忘れなきよう。一つ。カットして二つ目へ。盗んだらそのまま戦闘に移るよ。なので話も戦闘へ。有効なバステは暗闇、沈黙、スロー、睡眠など。敵が遠い時にしか使いませんが、五属性者が軽魔法を操ります。そして自己プロテスやシェルで強化もする。睡眠にさせないなら沈黙は入れておきたいですね。ただし睡眠以外のバステを使うなら注意したいのが、敵が遠いと活性、でステータス異常を回復してしまいます。また、同じく敵が遠いと治療、で HP を回復する。縄張りを持ちますが、沈黙にして範囲外から攻撃する戦法は使えません。回避無視を持つが、物理攻撃の性能は大したことはない。そして厄介なのはその防御性能。面倒なだけだな。そうとも言う。非ダメージカットを常備、瀕死防御 UP で終盤はカチンコチンチン。この動画では普通に物理で戦ってるけど、睡眠にしてヤロガで攻めるのが吉。10、計算弱耐性や非ダメージ返しを持たないのがせめてもの救いですね。見どころも解説ももうないし、倍速でいいんじゃないか。その前に、今回はセロビ第一回ですが、マラソン用のトレジャーの紹介はしません。動画に収めるにはあまりに膨大な数。そもそも、この動画では乱数調整は自重しています。しなくても10。十分にクリアが可能な俺のプレイを皆さんに見せたいね。おう、面外してみろや。は、ふっさくさだし。というわけで、どういうわけだよ。この戦闘が終わったら今回はおしまいです。次回は首都ナグディス、と思っていたのですが、敵もそれなりに強いエリア。とあるモブからあれを盗んで、あの武器を手に入れたいと思います。随分もったいぶるじゃねえか。皆さんも、あの武器のためにあれを盗めるあいつと言ったらお分かりですよね。あれだな、もちろんわかるぞ。魔法障壁の時間経過を待たずに盗む小技も用意しています。それでは、ご視聴ありがとうございました。